神谷博史、小野大輔のディアガールストーリーズ。こんばんは、神谷博史です。モス小野大輔です。3月に入りましたよ。おっと、皆さん大変です。大変ですよ。何が？早めにお伝えしておきます。はい、DGS は4月改編を乗り越えております。やった、ありがとうございます。よかった。多分なんですけどね、でもこれも、はい、なんで多分かっていうと、そうね、あの4月からの新テーマソングを制作してるからなんです。だから多分4月以降もやらせてもらえるんじゃないかなって僕ら勝手にそう思ってるんです。はい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 、はい、合ってますよね。合ってるよ。大丈夫ですよね。いや合ってるよ。テーマソング作ったのに、あ、終わりでーすはないでしょ。ないですよね。はいはいはい、じゃあ大丈夫です。やったよかった、はい。まあ、この1年間はですね、はい、MOB の曲がねテーマソングでございましたけれども、4月からはなんと、うん、神谷博史、小野大輔が久しぶりにテーマソングを担当というそうだね、本当だよ。ジャックされてましたからね。はいはいはい、完全に乗っ取られてましたから。いやーという、嬉しいですね、なんかねそれって、うんうんうん、もうそういった意味では1年ぶりにカムバックというね。当たり前なんですけどねむしろなんで、そうだな、元を正せば当たり前なんだよ。ライカフェイク流してんだって話なんですけど。本当だよ、まあまあ、まあそういうわけで満を持してってところもありますからね、うん、まあいい感じの楽曲になってるんじゃないかなと思いますけれども。いいね今回、ほんといいと思いますよ。まだ制作途中ではありますけれども、うんうんうん、まあ詳しくはおいおいこの番組内でお話しさせていただければと思います。楽しみに。ということで、僕とあなたの物語、ディアガールストーリーズ第726話、高垣弟コンペ落ちましたそうね、新しいテーマ ね、 そうですね、はいはい、最新情報です今回も落ちましたあいつはこの番組はアニメのミックスの提供でお送りします。神谷博史、小野大輔のディアガールストーリーズ。改めまして、神谷博史です。モス小野大輔です。ではリスナーから届いたふつふつを紹介しましょう。はい、こちらディアネームアンビリーバボーみかんさん、うん、神谷さん、小野さん、こんばんは。はい、どうも。私は現在20歳の大学生です、うん、先日衝撃の事実を知りました、うん、私は小学生の頃漫画のセイントセイヤを読んでいました、はあ、特にシャカとオルフェとシュンが好きでした、はいはい、なんとなくそのことを思い出し、キャラクター一覧を見ると、うん、まさかのシャカが20歳20歳でした、うん、信じられません。読んでいた当時はずっと大人だと勝手に思っていたので、うん、私シャカと同い年と驚きましたまたオルフェの声を神谷さんが担当されていたことも知り、二重に驚きました、うん、お二人はセイントセイヤについて何か思い出はありますか？あればぜひ聞かせていただきたいです。もうこれ作家の趣味じゃねえか、明らかに。そうだね、神谷さんでしたっぽいんあ、そう、セイントセイヤメール来てますよ。セイントセイヤですか、令和にね、まあ、はいはいはい、ありがたいですな、うん、まあ、ちなみにあのシャカとオルフェとシュンが好きだったんでしょ、はいはいはい、うん、うん、うん、あ、そうですか。僕はあのオメガでシュンもやってますからね。あ、そうだよ、はい、あ、もう、じゃあもうセイントセイヤの3分の2が神谷でできているっていう風に好きなキャラの3分の2がね、うん、うん、ありがたいことですね。でも一貫してるってことじゃん、じゃあ結果的にね。そうですね、うん、好きなねタイプが、車田先生の作品で一人称僕っていう人ってあんま実は出てこないんですよ。はあ、うん、俺か私かになってくるんで、でそうなってきた時に割とその僕っていう風な一人称を持つキャラクターに関してはやらせていただいてることが多いですね。リングにかけろもそうですけれども、河合武もそうなんですけれども、うん、あ、ちゃんと傾向があるんだね。あるんじゃないですかね、うんうんうん、いやでもセイントセイはね、うん、みんな通ってるんじゃないですかね、僕ら世代って。まあね、まあ設定がむちゃくちゃじゃん。アテナを守るためのセイント、はいはいはい、みんな兄弟だから、うんうんうん、だから年齢感的に年齢感的にまあもう本当にみんな年子みたいになってるんだけど、まあ同い年みたいのもいるし、うんうん、ああ本当だね、むちゃくちゃなんだけれども、だからみんな、しかもだから少年なんだよね、若いんだよね、だからなんかゴールドセイントとかめちゃくちゃ大人に見えたけど、はいはい、まあ二十歳とか、そう、まあ、言われてみればそうだよねっていう。シャカで二十歳か、一番大人に見えますけどね、まああとベテランの方が皆さんやってらっしゃるから、うんうん、特にそう思うのかもね。
そうか、三谷さんかな、さんね、社会、はい、うん、やってましたね。やってらっしゃいますね。貫禄あるもんな。うちの師匠納屋六郎さんが、はいはい、神あの神をやってましたしね、うん、憧れましたよ、めちゃくちゃ。まあかっこいいからね、うんうん、オーロラエクスキューションよくやってたな、うん、うん、学校でもう。でもそういった意味では、うん、アニメキャラとか漫画のキャラって、うんうん、もうみんな自分より年上だったりとか年下だったりとかするじゃない。そうね、大体がさ当たり前なんだけど、うんうん、まあ年齢下にもよるんだけれども、自分より年上だと思ってたキャラクターがいつの間にか年下になってるなんて当たり前なんです、はっきり言うと。あ、そうね。いつ思った、なんか、あ、俺もう年取ったなって思った瞬間。大体一番最初に来るのって、うん、高校球児が自分より年齢が下になった時に、うん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 、あれお兄さんたちがずっと夏の間に、うんうんうん、あの甲子園っていうところで、うん、もう汗水流して必死になって毎日毎日試合をしているのを、はいはいはい、こう子供の頃見てて、うんうん、すごいなお兄さんたちはと思ってたのが、うんうん、いつの間にか同級生になり、それを追い越した時に、うん、あれ高校球児もう年下なんだって思ったのね、僕最初。なるほどね、うんうんうん、そういう感じの、そういう感じのやつで言うと、うん、僕は、サッカー好きだったから、うん、サッカーの同じ世代、うん、中村俊輔とか、はいはいはい、小野伸二とか、まあ、あの辺の選手が、まあ、ベテランって呼ばれ始め、うん、まあ、だからあの代表に選ばれなくなるじゃないですか、うん、やっぱり、まあ、サッカー選手はね、うん、どちらかというと結構寿命が短い、早いんだよ、うん、サイクルがスポーツだからね、うん、そうそう、だからその時に、あ、もう俺オーバーエイジだって思いましたよね、うん、そういうやつだよね。あ、次思ったのどこ、次、うん、俺次お相撲さん、うん、力士が当たり前だけどもう年下になっていくわけ。みんなそうだね、確かに若いからね、今若いじゃん、ね、でももう、はいはいはい、お相撲さん力士って、うん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 、もうものすげえ貫禄じゃん、うん、それこそ僕らが子供の頃の高見山とか、あのもみあげむちゃくちゃガリガリに生えてて、ガリガリにもう屈強な肉体でゴリゴリ通り越してガリガリに生えてる、うん、でも多分当時ジェシーは若かったわけでしょきっと高見山ことジェシーは、ね、ジェシーね、ああ呼び方ね、はいはい、ニボーニボーって言ってた頃のジェシーは懐かしい全然多分若かったなと思うんだよ。おそうだね、ああ今全然僕らから見れば、うん、そうだよ、若者と言っても過言ではない年齢だったはずだ。うん、お相撲さんか、あ、そうか、だからこれがいつしかあれなんですよ、うん、そのうち商店見てて、商店のラインナップが、うん、あれ自分よりみんな年下じゃなっていう風に思うようになったらいや怖い、思うようになる、そのうち。あ、本当だ、うん、いや、いや、だそうなるもんなんですよ。でもその皆さんはね、多分漫画のキャラクターだったりとか、ね、アニメのキャラクターってそういうの思うんでしょうな。なんかでもセイントセイヤに関しては、うん、僕も出たんですよ、うん、冥王神話っていう、はい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 、はい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 、キャンサーのマニゴルドって役をやったんですよ、うん、キャンサーのイメージってデスマスクじゃないですか、はい、すっごい卑怯なんだろうなと思っていったらめちゃくちゃいいやつだったって思ったんですけど田中良一バカにすんな、お前。田中良一さんはバカにしてないの、とても尊敬しているさ、尊敬しているんだけどさ、なんかキャラ崩壊しましたよねデスマスクって、なんか確かにね、結果悪者になって、うん、なんかそんなことも思い出しますけどね、うん、なんか年取って、でもそうやってその自分が憧れてたものに参加するのってやっぱ不思議な気持ちがしたけど、うん、嬉しいもんですね、まあそうね、セイントセイヤ話はきっとあれですよ、あの坂口大輔呼ぶと止まんなくなりますからね、あの人はだから参加するんじゃなくて、もうだから見てる方だから、ずっと大好きな作品、だから今度あの人呼んでその話しましょう。わかりました、はい、続きまして、アイナさんからいただいております。神谷さん、小野さん、こんばんは。こんばんは。先日の神谷博生誕祭2021を聞いて、ふと思いつきお願いしたいことがあります、うんうん、ぜひ過去の生誕祭のエンディング集を作ってはいただけないでしょうかと、うん、おそらく完全なカバーアルバムのようなものになる気がするのですがうん、うん、あ、するので難しいかもしれませんが、うん、DJS の14年という歴史の中で生誕祭という記念すべき回のエンディングを飾ってきた曲たちをもう一度聞きたいのです、ご検討よろしくお願いしますと。そっか、まあ、一発撮りで撮ってるやつだ俺が。今流行ってますからね、うんうん、ファーストテイク
まあそうね、まあ確かにBGS 版ファーストテイクだね、まあ、むしろ俺たちが先にやってたと、まあ、むしろ俺たちがもう先駆者みたいなとこありますよ。それをやってもらえないかってことでしょ、うん、どうなのこれ、厳しいと首をひねってますよ。まあ、聞きたいのはわかるよ、うんうん、聞きたいのはわかるけれども、うん、あれやっぱりさ、あの表でトークしてる裏で流れてるから面白いんだって。ああ、ね、あれ永遠聞かされてもそんな面白くないんだよ。そうかもしれない、これもうネタバラしちゃいますけど、うん、聞いてもねそんな面白くない。ああ、ただ辛い時間が流れていくから。そうかもしれないね、うん、俺のさこの間のホムラ、うん、なんかあれですよ、歌詞カードの漢字が読めなくて、あ、これ鼻向けって読むんだって言って、言っちゃってますから。痛々しいじゃん、そんなの。痛々しいんだ、あれは。あれは絶対、クリアに聞かれたくはない。もうある意味、ね、ごまかしてるだけなんだから。で、途中からもう神谷さんが目の前で飽きてるのが分かってきたから。お前が飽きてるからだよ。そうだよ。歌うことに。そうだ、もう心折れちゃってる。そうそうそう、もう鼻向けが読めないことで、もう。ドッキリ折れちゃってる。折れちゃってるから、面白にするしかないじゃん。辛くなってきて俺も聞いてんの。地獄、そうそう、地獄タイム。だこの地獄タイムをさ皆さんに伝えるのはきついんだって。、うん、だからこの企画で多分ないと思います。はい、そうですね、 DGS1 ファーストテイクはねないです、うん、だってそれをさある意味さ、うん、あの MOB の連中が一回やってんじゃん。なるほどなるほど、素人メンバーも含めて ね、うん、やってた、やってた、はい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 。まああの時はヒロシも熱があったから、うん、歌えてませんけれども。そうだよ、懐かしいな。そういう可能性ありますけど、具合悪い人が歌ってんだもん。そんなのないよ。あれはね、 MOB ぐらいがやるとちょっとネタになって面白いですけど、我々がやっても痛々しいだけです。うん、勘弁してください、勘弁してください。というわけで引き続き皆様からのふつうすとをお待ちしております。続いてはアニメ専門エンタメサイトアニメノミクスの中にある女の子のためのスマホサイトディアガル情報です。アニメノミクスでは吉野博之ファーストフルアルバム片しぐれが好評配信中です。よちんってフルアルバム初めてなんだ、うん、収録曲のフルサイズをダウンロードいただいた方には楽曲ごとに異なる特性待ち受けをプレゼント、またフルサイズいずれかを5曲ダウンロードの上ご応募いただいた方の中から抽選でサイン入り裸ポスターがもらったる、キャンペーンも実施。よっちんのよっちんのが、ぜひチェック。裸って書いてなかった、ごめん。あ、書いてないじゃん。ぜひチェックしてください。はい、そしてディアガールストーリーズのコーナーでは番組のレポートと写真を掲載しています。ディアボイスの着信ボイスも好評配信中。アニメロミックスディアガールはスマホからアニメロで検索してください。アクセス待ってます。ニコニコチャンネル DGS チャンネルの登録も受付中です。有料会員になると番組のアーカイブやおまけ放送 DGS 裏談話室が聞けます。さらに過去放送音源のプロデューサーズカットバージョンとして2007年6月9日放送分も配信。チャンネル登録よろしくね。神谷博史、小野大輔のディアガールストーリーズ、ディアガール談話室。何かに悩めるディアなガールから僕らのところに普通のストーリーこと普通ストが届いて、それを僕たちが精一杯紹介していくこのコーナー。さて今回はディアネームシーグラッセさんから僕らのところに普通のストーリーが届いています。では紹介していきましょう。シーグラッセのお便り。4ヶ月ほど前、友達から初めて彼氏ができたという報告を受けました。どこで出会ったの？大学？バイト先？と聞くと、ちょっと言えないという意味深な答えが返ってきました。出会った場所どこ？言えない。ちょっと怖くないですか？まあ怖いよね。なんで言えない？ただね、これ多分、マッチングアプリで出会ったんじゃないかという。へえ。これとある調査によると、はい、コロナ禍でマッチングアプリの利用が急増している。そうです。データがあるんですね。はい、大体 57% がマッチングアプリを使っているというデータがあるそうです。57%? 過半数以上ですね。へえ、はい。2人に1人以上がマッチングアプリを利用しているという。使ってる。はい。なんで、まあそんな別にいかがわしいことではないんじゃないかと。いやそうですよ、マッチングアプリで出会っちゃダメなのかい、はい、まあ、僕らにはよくわからないですけれども、まあ僕とか小野くんとかには関係のないというかよく知らない、そうだね、なんだろう、もう世界線があるんですよ。本当だね。別にそれはそれでいいんです。マッチングアプリをダウンロードしようと思ったことすらないからな、はい、ということで
今回は僕らももはや当たり前となったマッチングアプリに登録して新たな出会いを求めに行こうと思ったんですけども、残念ながらそれはできません。できませんよ、あの、いや、一回やろうと思ったことに今びっくりしちゃったんだけど、できないよね、だってね、だって、僕は神谷博士だよそして小野くんは小野大輔だよ。超人気声優じゃん。おー、そうだ、マッチングアプリに神谷博士、小野大輔で登録したら世間が大騒ぎじゃん。ああ、てんやわんやだぜ。ただ全くの別物として登録したらそれはマッチングアプリ精神に反するでしょ。何それ、何言ってんの。何分かんない、マッチングアプリ精神、マッチングアプリ精神、スポーツマン精神、分かんないけど、乗っ取らなくてよくない。そうだ、ね、うん、何それ、うん、そういうのに反するでしょ。そうなの。ということで、うんうん、今回は匂わせプロフィールを考えていきたいと思います。あ、なるほど。完全に偽物としては登録しないけれども、うん、まあ本物ではあるが、うん、ちょっとと匂ってる。そう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 、うん、これね、見た人があれ、この人もしかして小野大輔なんじゃ、うんうん、って思う、うんうん、ぐらいがね、うん、ちょうどいいとっていう思わせるようなプロフィールを作りましょうということでございます。わかりました。じゃあまずはですね、僕と DJ スタッフが考えた小野大輔っぽい匂わせプロフィールを紹介していきますんで、小野くんどれがいいか選んでというか紹介して。わかりました、小野くん自らが誰かが考えたプロフィールを読んで、はい、さも自分が考えたかのように読んでみて、はい、はい、よろしくお願いします。ではですね、こちら。ラーメンと日本酒、かっこ甘音が大好きなアラフォーです。趣味は車で、普段からスポーツカーを乗り回しています。だって、死と隣り合わせのスリルを感じたいから。あと、アニメも大好きで、最近では、鬼滅の刃の第2シーズンに興味津々です。よろしくお願いします。ああ、これ、うん、なんだろう、いい感じに、確かに、うん、いい感じの匂わせ具合ですか。おうおう、車好きなのね、確かに死と隣り合わせのスリルを感じたからスポーツカーを乗ってるのは、これ違う、これ違う、これ、うーん、どうですかこれ鬼滅の刃に興味津々っていうのはまあ確かにね、お、好きではあるよ。これ雨音って書いてるのがもうこれで完全に完バレしちゃうからここが惜しい。そんなことないと思うよ。そうか、売れるかもしれないじゃん、雨音。それでさらに、これ誰と思います？あ、誰が考えたか、うん、これね、ちなみにスタッフも含めてね、いろんな人が考えてるんです。でもこれ神谷さんじゃない？これ正解です。僕が考えました。あ、当たってた、ほら。いや、いい塩梅なのと、その、これ絶対バレるっていうのも入れてるあたりが、やっぱ、うん、かなり策略を感じるんでね。はい。うん、続きまして、はい。はい。じゃあこちらを見ますね。はじめまして。プロフィール見ていただき、ありがとうございます。高知県出身、今は都内に住んでいます。好きなものはカツオと坂本龍馬です。仕事は FM ラジオの DJ をしていますとっても楽しいです。よかったら話しかけてください。これは気持ち悪い、気持ち悪い、こいつ。FM ラジオに限定してきやがったな、諏訪さん。もうなかったことにしてる。これ絶対諏訪さん。違う、諏訪じゃない。諏訪さんじゃないの。じゃあ横川さん。横川さんでもない。いや、ちょっと待て。内田さん。じゃない。伊藤くんかい？伊藤くんでもない。え？ちょっと待て。こんなこと、藤田！違います。藤田でもない。誰だよ。誰だよ。本人なんじゃないの？本人なんじゃないの？書く人いる、この中に。誰だ？あと、タムタムか。タムタムが書いたんだ。やめてよ、ちょっと。タムタムはさ、結構毒のあることを言うからね。本当だよ。これどう？これ、これえ？どう？これいいね。プロフィールで使う？でまだあるよ、全然。ギリバレない気がする。あ、そう、はい。まだ全然あるから。はい、こちらいきますよ。はじめまして。ファンザに飽きたのでこちらに登録しました。カツオと坂本龍馬とお酒が大好きな高知国出身のハンサム野郎です。最近車の免許を取得し、仲良くなったらドライブなんか行けたらいいなと思っています。ちなみにドライブ中は、AM ではなく FM をよくかけています。最悪だ。似てる芸能人は荒木博彦です。よろしくお願いします。荒木博彦先生は芸能人じゃないよ、うん、似てるけどね、確かに。ちょっとこれが諏訪さんだね、うん、ほらやっぱこれ FM イジーだよ。ネタを盛り込みすぎだよ。本当だよ。似てる、どうですか、この中でどれを使います、はい、そうですね、やっぱあの
こうファンザに飽きたのでこちらに登録しましたわ。モテないと思うから、うん、そいつ絶対無理だよ。これかな、やっぱシンプルにこの FM ラジオの DJ をしていますって言い切ってるタムタムのやつを採用します。絶対嘘だよそいつ。うわ感じ悪いわ。はい、はい、ということで採用です。はい、はい、続きまして、うん、神谷博の匂わせプロフィールを紹介します。はい、お願いします、はい。プロフィール見ていただきありがとうございます。46歳金持ちです。職場ではアジアナンバーワンとかプロフェッショナルとか言われています。自称巨根です。かっこ笑い。気になった方はメッセージください。うん、やばいやつだ、ね、やばいやつだこれ、うん、プロフィール見ていただきありがとうございますって書き出しあったよね。誰だっけそれ。タムタムですよ。タムタムか。これでもタムタムじゃなさそうだな。そうだね。これ諏訪さんじゃないの。違うの。誰書いたんだこれ。モテようとしてねえじゃん。大丈夫。伊藤くんか。伊藤くんか。ああ。お前は俺のことをそういうふうに思ってたんだな。ああ、まあ確かに虚婚ではあるんだけどね。ああ。いいよなかなか。次。はじめまして、プロフィール見ていただきありがとうございます。なんなんだよこの書き出しを。書き出しそれおなじみなんだね、はいはい。牛久市出身、今都内に住んでいます。好きなものは猫とゲームです。年収は10億円、貯金も5億兆あります。バカバカじゃん。5兆円あります。お金がありすぎて困っちゃうな。よかったら話しかけてください。これタムタムか。これタムラだろ。あ、合ってる。これタムタムでしょ。あ、正解。タムタムだ、ね、あ、正解だ。あいつふざけてんな。続きまして、都内在住、猫大好き46歳です。青山2丁目付近にて勤務中。エンタメ業界で頑張ってます。好きな食べ物はオーベルジーヌのカレー。趣味はゲーム、モンハン好きです。一緒に一狩り行こうぜ。もしよかったらうちのニャルガルクん、ニャルガルが見に来ませんか。連絡待ってるニャ。字が汚すぎんだよこいつ、読めねえわ。この字の汚さはね、小野くんです。はい、やるがくるがです、もうねこういうねよくわからないことを書き始める時点でね、もうセンスねえなと思うもんね。これモテると思うけどな、これじゃねえな。え、まだいく。続きまして、はじめまして、猫とゲームが大好きな46歳茨城県牛久市出身です。なんなんだよもうこの書き出し。みんな一緒なんだけど。世の中に絶望したのでこちらに登録しました。いずれはこのマッチングアプリ界の桜花七部会になりたいと思っています。似ている芸能人はガンダムバーチェ。仲良くなったらお部屋に武力介入してもいいですか。あ、介入行動してもいいですか、なんてね。またまた嘘嘘、虹色蝶々。これあれなんだね、リズムなんだね。なんてね、またまた嘘嘘、虹色蝶々なんだね。これ諏訪さんの紹介だろ。アホがふんだんに盛り込んでるじゃん情報。こんな、これこんな区から しか選べないの。あ、どれどれどれ選ぶ。きついな。本当にモテそうなやつね、伊藤くん。採用。巨根だから、そこ気に入っちゃってんじゃん。これだね。はい、ということでディアネームシーグラスさん、やっぱり僕たちマッチングアプリは無理みたいっす。うん、神谷博史、小野大輔のディアガールストーリーズ、ディアボイス。番組から生まれた名言や僕らに言ってほしいセリフを募集し、アニメロミックスの中にある女の子のためのスマホサイト、ディアガールで配信していきます。今回は小野くんのボイスを配信します。水晶さんからリクエストをいただいたこちらのセリフです。死と隣り合わせのスリルを味わってみたいと思ったからです。年長さん風に怖いわ、そんなの。怖いね。引き続きこのディアボイスはあなたからリクエスト待ってます。安全運転、来週は神谷さんのボイスを配信します。お楽しみに。ディアガールストーリーズ、そろそろ今夜のストーリーもエンディングの時間になってしまいました、はいはい。いや、しかしマッチングアプリの使用率が 60% 近いってちょっとびっくりっすね、うん、そうね、うん、そうでもしないと会えないのかね。まあやっぱコロナの状況っていうのもあるんだとは思いますけれども、うんうんうん、まあ、人と人とのコミュニケーションみたいなものがだんだん希薄になっている世の中じゃないですか、うんうん、まあそっか、世の中自体もそうだね。そうそう、まあ、通信手段だったりとかね、その LINE だったりとかメールだったりとか、そういう風にさ、うんうん、まあ、Twitter だったりとかもそうだけど、うんうん、事故を発信してそれを受け取るツールってのはいっぱいあるけれども、うん、まあでもそこから対面とかっていう風になってくると、まあちょっとハードルが違うんだろうね、はいはい、確かに、ね、あ、うん、なんかもう僕らの世代はね、もう会うのが当たり前だから、うんうん、そこからじゃんコミュニケーションって感じだけれども、うん、まずそこにたどり着くまで
の助走がすごく必要なんだと思うんだよね。まあ何にしろ早くコロナが終わってね、はい、なんかこう自由にね人と会える環境が整うといいなと思いますけれどもね、うんうん、まあとりあえずもう皆さんくれぐれも健康第一でよろしくお願いします。それが何より、はいはい、番組の皆さんからのメッセージお待ちしております。おはがきの宛先はこちら、郵便番号 105-8000 に文化放送神谷博の大輔のディアガールストーリーズ、それぞれの係です。メールアドレスはこちら、すべて小文字で dgs@joqr.net dgs@joqr.net です。ラジオ大阪の方もこちらからお願いします。そしてアニメロミクスのディアガールにも僕たちの番組サイトがあるので、ぜひアクセスしてください。写真が見られます。さらにニコニコ DGS チャンネルの登録も受付中です。有料会員になると翌週火曜日におまけ放送 DGS 裏談話室が聞けます。そしてニコニコ動画と文化放送エクステンドの YouTube チャンネルでも放送のアーカイブ配信をしています。ということで、ここまでのストーリーテラーは神谷博史と小野大輔でした。ディアガールストーリーズ第727話に続く。この番組はドワンゴ声優ラボの提供でお送りしました。